いただきありがとうございます。マイディア遠藤です。実はですね、4月の7日発売の女性セブンという雑誌ですね、有名な雑誌なんですけど、そこで1万円オーバーバのプレゼント企画をさせていただいておりました。4月の7日の発売から4月18日が応募の締め切りだったんですけど、たくさんの方がご応募くださって、こんなに、はい、はがきが届きました。463人の方が応募くださって、募集したのが、プレゼントしたのがこの1万円お祝い花なんですけど、こちら今大変人気で、母の日がそろそろあると思うんですけど、5月の8日ですね、今年は母の日があるので、この商品のことについてと、あとはプレゼントの、今回ご応募いただけなかった方 の、 次回のプレゼント企画のご案内も含めてご紹介していきたいと思います。マイディアチャンネル、今回の女性セブンさんで行ったプレゼント企画なんですけど、インスタの方でストーリーとかでちょいちょいメディアの掲載のお知らせっていう感じで、ハイライトとかストーリーとかで、はい、お知らせさせていただいてたんですけど、フォロワーの方、いや、まだマイディアフォローしていただいてない方は、インスタフォローしていただくと、最新のプレゼント企画もちょこちょこやりたいと思ってて、で、そういうお知らせとかも届くようになるので、ぜひフォローの方お願いいたします。で、今回、プレゼントさせていただくこの1万円お祝い花のですね、大きさはこのぐらいの大きさ感になります。結構マイディアのフラワーライトでお祝い用のアレンジメントとか単価が結構上がりやすくなっちゃうんですね。このフラワーベースを何にするのかっていうのと、あとどのフラワーライトを使うのか、またこういう副資材アーティフィシャルフラワーを何を使うのかによって価格が変動していっちゃうんですけど、この1万円お祝い花っていうのは1万円っていう予算をもう固定してしまって、フラワーベースとフラワーライトとアーティフィシャルフラワーと、あとはラッピングとお祝い札もつけることができます。例えば開店祝いですとか、あとご結婚のギフトですとか、引っ越し祝いとか、ここにどういうギフトなのかっていうことを書いたりとか、メッセージを入れていただくこともできます。これはご自由に選択ができるんですけど、こういう感じで全てがセットになって1万円ポッキリっていう商品ですね。母の日ギフトにもおすすめです。これを受け取った時や飾り方は、子供も飾っても、もちろん可愛いんですけど、例えば開店祝いだったら、その開店のイベントが終わった後なんかはインテリアとして使いたいと思うんですけど、ラッピングを外すとこういう感じです。ラッピング外すとこういう感じのイメージになります。で、フラワーベースはワイヤースタンド、割れない素材のワイヤースタンドになっているんですけど、まあもちろんこのままワイヤーとして飾っていただいても可愛いんですけど、こういう他の花器に移すとこういう感じになります。割とアレンジメント、アーティフィシャルフラワーを合わせているフラワーライトは、こういう足の部分を隠してあげられるようなお手持ちの花瓶でもいいんですけど、そういうのに合わせていただいた方が、まあ、より高級感は上がってくるとは思います。で、次のプレゼント企画がですね、もうすぐなんですけど、4月の27日発売のナイルスナイルっていう富裕層向けの雑誌があるんですけど、それに今回はこのピュアローズアレンジですね、はい、この子です。このピュアローズアレンジがプレゼント企画で出てきますので、ぜひ雑誌を購入していただいてご応募いただくと当たるかもしれないので、はい、ぜひナイルスナイル買ってみてください。もちろんこれプレゼント企画じゃなくても販売はしておりますので、ぜひ1万円ウェーバーのも販売しておりますので、ぜひそちらも気になる方はチェックしてみてください。プレゼント企画は今考えているのは、そのナイルスナイルのものだけなんですけど、もうそろそろゴールデンウィークが始まるので、ゴールデンウィーク期間中、その母の日前なので、ゴールデンウィーク期間中は送料無料キャンペーンもやろうかなって思っておりますので、はい、ぜひ
まだ母の日ギフトでお困りの方、決まってない方は検討してみてください。